コボノヨウスカリマタガヤジメリアオーナサッポダトリンは小型の稲科植物。湿地に生え、細い方を2本ほど出す。小型の一年生草本。茎は細くて、株で分子し、次第に直立して高さ10から35センチメートルになる。葉は扁平で、長さ3から7センチメートル、幅2から5ミリメートル、幼少から幼心にまばらに長い毛が生える。 木の基部はわずかに膨らむ。端田は白い膜状で高さ1から2ミリメートル箇所は立ち上がった茎の先端から出る房からなる。房は2本が普通だが1から7本の例もある。それらは茎のほぼ同じところから手のひら状に出る。房はまっすぐで分子せず茎先端から斜めに立ち上がって普通は V 字になる。房は 長さ3から8センチメートル、その軸は扁平で、左右にコボが互生する。コボは、左右から扁平で、ふさの軸の側面に張り付くように、出るが、鼻後には開けでする。小巣の柄は、とても短く、末端に短い毛が輪のように生えている。コボは、長さ2.7から3.8ミリメートル、左右から扁平となっている。包みは、と、ほぼ同で、 折れ曲がって背が流骨となっている。幅は第一方へがより狭く、第二方へでは背面の流骨上に狭いヒレを生じる。その内側には2個の小花があるが、第一小花は膜質で透明、森 A を残して退化している。この森 A は他の A の長さの約半分で先端は棒状に裂ける。第二小花は両性だが、森へのみを持ち、 内営はない。第二小花の森営は、膜質で、包み営より少しだけ短い。その先端は浅くくぼみ、その中央から細くて、長いのぎが出る。棒は、長さ3から10ミリメートルあり、通常は、小棒の外まで、長く突き出る。名前は、先が2つに分かれた矢尻である刈股による。北海道、本州、四国、九州、琉球列島に分布する。 国外では、朝鮮、中国大陸、台湾、フィリピン、マレーシア、ビルマ、インド、オーストラリアまで知られる。生育の状況参幹部の湿った雛たちに多い。本属はマダガスカルから、インド、オーストラリア、東アジアにかけて、約20種が分布するが、日本からは、この種のみが分布する。種内変異としては、小型でこぼの脱ぎが短いか、あるいはないものを、品種。 ヒメカリマタガヤイフ、マイケロキタハックとして区別することがある。なお、外見的には、メヒシバにも似ているが、この種は、棒があるので簡単に区別できる。また、棒のない個体でも、そもそもコボが本種では、左右から扁平であるのに対して、メヒシバ族は腹背に扁平であり、大きく異なる。また、早や幼少に出る回で細毛の規模が膨らんでいる。天なども、 この種の良い判別点となる。種として、長田 P716 キバホカ、P134 サタケホカキバホカ、P134。ありがとうございます。